海へは漫画家、杉吉春が1987年3月、雑誌コミックバックに発表した短編漫画作品。杉の生まれ故郷、伊豆大島への傍教の念が、海への憧れに転じ、日々募る海への思いから、終わりには密航に走った、思春期の自伝的作品。主人公少年が0歳、4歳まで過ごした、出身地、伊豆大島主人公の春。 男がメッキ工場から帰ると、母とギフが喧嘩の真っ最中だった。やがてギフはミシンを買い、縫製業を始める。春をも手伝う者の,のギフとの折り合いが悪く挫折。ある日、助行としてキヨという少女を雇うが、キヨは春を一家とは関わりを持とうとせず、林家の軒下に佇んでいる、変わった少女だった。ほどなく、キヨは仕事を辞める。 家を出て船員になりたいと考えていた春尾は、海外への密航を考え船に潜り込むが、物置に潜んでいるところを船員に見つかってしまい、強制送還される。春尾は家に帰る金もなく、途方もない気持ちで港をうろついていたが、桜木町前の交番で警察に保護される。その後、養父から家を追い出されて、祖父の家に預けられた春尾は、ある日一つの絵船に、清の姿を見つける。 父親が廃病弟子に、葬式にも出せずに死体を川に流して一人で住んでいたのだった。家出をした春は、清に親しみを覚え、船の家っていいよな、海の方へ行こうぜと言いながら、近づくのだが、告げ吉春が幼少期にしばらく住み、和田の原風景となったいす市大原の八幡岬。海辺の女系の舞台ともなっている。密航をくわがてるが失敗。 観音崎沖で気船から降ろされ、海上保安庁の巡視船で、横須賀のタウラ支部へ連行補導される。ありがとうございます。